はい、こんにちは、沖縄ばばです。はい、今日も、桜猫ちゃんのとこに行ってきました。はい、えー、帰りにね、久しぶりの、えー、&W に寄って、えー、バーガーです。実はこれ、大豆バーガーです。えー、ベジタリアン用のね、バーガーが出てるんですよ。はい。えー、これ、大豆パティですね。大豆パティと野菜です。はい。えー、なんと、おーネーミングがすごいんですよね。全バーガーです。全はい。 あのー、お寺の禅ですね。禅寺の禅ですね。はい。禅バーガーと言います。はい。えー、ベジタリアンバーガーですね。大豆バーガーです。はい。で、こちらはオレンジですね。A&W の甘いオレンジジュースです。はい。ジュースっていう、いうかオレンジドリンクですね。はい。いやはい、ええー、まあ <laughs>。 この二つをテイクアウトしました。えー、実は氷が入れ、入れなかったんですよね。氷抜きでってお願いしたんですけど、えー、口いっぱいいっぱいまで入れてもらってます。<laughs> はい。ちょっと得しな気分です。で、コーンスープです。今日はこんな感じです。はい。えー、皆さんね、えー、なんと、あの、C のコクコクですね。C のコクコク。はい。 えー、ウィーのね、ぐるぐるですね。ウィーのぐるぐる。なんと、今、観光地化が進んでるみたいですね。はい、えー、前はね、あのー、なんちゃら収容所が、収のね、洋情があったんですけど、ね、えー、なんちゃらのね、州の洋情があったんですけどね。えー、なんか今は観光地化が進んでるみたいですね。で、えー、ちなみになんか、イギリスとかね、 え、まあ、日本もそうみたいですけど、あの、ツアーをね、え、いろいろ企画してるみたいですよね。はい。えー、どうなんでしょうかね、これね。えー、まあ、コロコロがね、えー、コロアンティーナがね、えー、収まってくれないと、まあ、どうしようもないんでしょうけど、えー、まあ、 ねえ、観光地化して、昔はあったんですけどね。私が若い頃にありましたよ。ウィー、ウのね、ぐるぐるのツアーが。はい。えー、若い頃ね、あの、あそこ、ぶどうの産地なんですよ。で、美味しいぶどうを食べようということでね、なんかありましたよ。はい。ウィーのね、ぐるぐるのツアーが。え、な、なんかね、あんまりこう、良くない、こう、ね、今ね、今日の、 おね、えー、なんちゃらのね、州のね、洋養場がね、えー、ね、えー、話題になってるんで、えー、多分ね、こう、取り返したいんでしょうね、何かを。はい。えー、そういうことで、今なんか観光地化が進んでいるということで、はい。えー、一応これもね、あのー、中国語なんですけど、まあ、評判が非常にいいみたいでね、えー、あの、先行で、あのー、なんか、 そのツアーを見に行ってる人たちがいるみたいで、はい。イギーのーリスの人にも、ね、このジャパンの人にもね、なんか非常に評判が良い,いらしいです。はい。えー、なんかね、えー、まあ、でもちょっと違和感があるかな。 思うのはこのウィのぐるぐるのははこウンる人人人たちちっっってて、えー、ょっと西西洋洋入ってるんですよね西洋人、はいなので目が青い人があ結構いるはずなんですけどみんな黒いんですよね。まあ目鼻立ちははっきりしてるんでウィーのぐるぐる人なんですけど私が若い頃には青い目の人いたんですけどもう血が薄まってしまったんでしょうかね。うん、ちょっと残念な気がします。はい まあ、異国情緒たっぷりな感じでね、ええー、あれだったんですけど、はい、ええー、そういう感じですね。はい、ええー、で、ええー、最近はなんかね、観光地化が進んでるみたいです。なんかそういう政策に変えたんでしょうね、きっとね。いろいろね、えー、うるさいしね、いろんな、いろんなのがね、うるさいしね。<laughs> まあ、まあでもね、本当に観光地だけになってもらえれば、本当にそれでいいんじゃないかなと思います。はい。 えー、そういうふうに変わってくれればいいですね。はい。えー、それではね、皆さんまた、えー、ご機嫌よう、美味しいね、えー、お昼をお皆さんね、どうぞお、お召し上がりください。はい。えー、まあね、はい、変わってくれればいいと思ってます。はい。<laughs> それだけです。はい。<laughs> それでは皆さんまた、はい。